開封した？多分さ、ドキドキ回復するけど、紹介したいわ、まだ。サクサクいく？そう。何これ？本当だ。何何？SBC が友達じゃないの？もう楽しみよかね、今日は。すごい気持ちを全面に押し出した。そうでしょ。長いですね。こういう時は自分であの空でも描ける得意なモチーフっていうのを描いていきましょう。できるモチーフを描くのももちろんすごく大切なことなんだけど、自分がいつでも得意で描けるっていうものだけを並べて、あのモリモリで一番可愛い画面を作りに行くっていうようなのを時々描いてみるといいと思いますよ。何を描いてもいいけど、一番大事なのは絶対完成させること。練習は別にいくらやっても絵は上手くならないので、パーツとかを練習していったり、苦手なものを練習していくことは重要ではあるけど、実際に努力を上げてくれるのは完成したもの、フィックスをどれだけ作ったかっていうのにかかってきますから、それは必ず意識していきましょう。
丈夫ですか。Thank you.